先生をこのハンム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 ラムラにお迎えする歌を練習します。はい。この年の東北地方は明治三陸大津波や洪水、陸王大地震、さらに秋には豪雨に見舞われた。1902年6歳東北地方凶作、1903年7歳前年の凶作を受け東北地方大飢饉、1905年9歳東北地方大凶作、1922年26歳結核により妹都市死去、1927年31歳夏は天候不順のため東奔西走の日々、1931年35歳岩手県冷害豪雨のため凶作、1933年37歳昭和三陸地震。その年9月21日急性肺炎により逝去。賢治さんの生涯は天災、凶作、飢饉との戦いの日々でもありました。もし今のこの時代に賢治さんが生きていたならば、どのようなメッセージを送り出したでしょうか。今日はこの場に私たちが賢治さんを呼び出して、そのあたりを聞きたいと思っています。どうぞ、ごゆっくりとご覧ください。決して小難しい芝居ではございません。では、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何時の銀河軽便鉄道で来るのか。銀河軽便鉄道は朝と昼と夕方の3本しかない。もう朝の便は行ってしまったから。では昼の便だ。いや、そうストレートに考えない方がいいと思うな。そうそう、賢治先生という方、いうお方はフェイントをかけるのが得意らしいですからね。ということはもう来てるということもあるんだ。黒猫ヤマトは皆無です。それは変だよ、カマネコくん。トラネコくんの情報によるとな、本日このハンム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 ムネ村にビップがやってくるというんだよ。エレキ版ですか。そうそうそう、最近肩こりが激しくてね、もういや猫が肩こらないなんてのはもう嘘だね。違うよ、違う、ビップじゃないよ、ビップだよ、ベリーインポータントパーソンなんだよ。ベリーアンポンタンパーソン、重要人物だよ。どっち
ち、おまるごくん、おち、聞いてみなさい。おち、おち、おまんじゃないよ。夏の日差しに頭をやられて服を間違えた乙女のように鈍いやつだね、君は。何の騒ぎか、ほら、聞いてみなさい。あー、失礼いたします。これ一体何の騒ぎだって聞いてみなさいってあいつが言ったんだ。僕の気持ちと裏腹にあいつが聞けと言ったんだ。知らないの？はあ、一向に。賢者がやってくるんだよ。賢者？次の京弁鉄道に乗ってやってくるの。おお。分かったかね。賢者が賢弁するそうです。忍者が賢弁する？なんじゃそりゃ。さて、なんでみんなこっちを見てるんだね。目で見てます。その何でじゃない。あー、もういい。皆さん、ちょっと質問させていただいてもよろしゅうございますか。どんな質問だね。あの忍者が剣弁するっていうのはどういうことなんでしょうか。賢者が次の軽便鉄道に乗ってやってくるんだよ。あの、この鉄道はもう使われておりませんか。あんたたち第六事務所の猫だね。おい、にゃんか事務長の。タン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 、うん、タントです。やっぱりそうだ。何がやっぱりなんですか。第六事務所は役に立っていないというもっぱらの噂は本当だった。まったくだ。なにおっしゃいますか。我々第六事務所はこの社会の蝶つがい管理をしております。見せておくれ、その蝶つがい。それは第七事務所にありまして。蝶つがいの管理をしているお前さん方ならわかるはずだがな。鉄道は走ってますよ、事務長さん。ガタンガタンコガタンコシューフツツツ、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 ガタンコガタンコシュー。担当事務長、ガタンコガタンコシュー。間違いなく列車が。ガタンコガタンコシュー。そのようだね、カマネコくん。こんな闇夜の腹の中を行くときは、客車の窓はみんな水族館の窓になる。乾いた電信柱の列がせわしく映っているらしい。ガタンコガタンコシュー。銀河系のレーローレンズ。ガタンコガタンコシュー。リンゴの中をかけて、リンゴの中を走っている。私の汽車は北へ走っているはずなのに、ここでは南へかけている。尋常1年生、ドイツの尋常1年生。ガタンコガタンコシュー。真っ青になって座っていたよ。ガタンコガタンコシュー。こんなにして目は大きく開いていたよ。私たちのことは丸見えていないようだったよ。なあ、からがね、目をじっとこんなに赤くして、だんだん輪を小さくしたよ。こんなにギルちゃん、青くて透き通るようだったよ。鳥がたくさん種まきの時のようにバーッと空を通ったよ。でもギルちゃん黙っていたよ。お日様はあんまり変には目色だったね。ギルちゃん、ちっとも僕たちのこと見ないな。本当につらかった。尋常1年生、ドイツの尋常1年生。ケンケン、私がそのありがたい証明の人にあたってよろしゅうございます。ガタンコガタンコシュー、ガタンコガタンコ。私はずいぶん素早く汽車から降りた。ああ、そのために雲がギラッと光ったくらいだ。もしやあなたは。隣に乗ってたローマの銀馬もギラッと光った。やっぱり。けれどももっと速い人がいる。それは誰ですか。科学の先生の波川さんに似た人だった。科学の先生の波川さんに似た人。退職された科学の先生だよ。賢者。賢者先生ですか。賢者先生ですか。今日付で半面面面面目胸中学校に赴任を命ぜられた宮沢賢治です。宮沢先生、待ってました。わー、事務長、まるで東北楽天ゴールディーグルスが優勝したような騒ぎでしたね。コマネコくん、メガルタ戦で優勝してもあんな騒ぎになるんでしょうね。コマネコくん、できないなぞ。ビーツだからな。寺尾翔もいるだろう。あ、寺尾翔だよ。お寺の坊さんですか。天北は乙女出身の上2段49枚目の関取が優勝したらあんなもんじゃない。いや、そのまま詳しくないんで。コマネコくん、今すぐ第7事務所に行ってくれ。あの賢者というのが何者なのか調べてきてくれたまえ。ええー、やなのか。大
大変でしょ、遠いです。遠くても行くんだよ。走ってですか？おお、そうだよ。走れ、メロスのようにがむしゃらに走るんだよ。僕のエロスは枯れました。エロスは枯れても走れるはずだ。さあ行きたまえ。あれ、命令した事務長が自分で走り出したか。事務長、うったの事務長。岩手県花巻川口町宮沢政次郎様方、宮沢一様、大正10年6月29日東京にて宮沢賢治、はい、お手紙ありがたく拝聴いたしました。琴さんは医師の話によりますと、もう病気はほとんど良いそうで、衰弱さえなかったらすぐに退院しても良いそうです。ただし退院後はいっぺんに宅へは帰られないだろうと医師が言います。途中どこかで休まなければならないだろうと思います。今度は思い切って大事を取らないとまた元に戻ります。お父様とご相談の上で、また10日ばかり花巻の方へ戻るような姑息な手段は取らないで、常日なしに医師の意見通りにしないと琴さんもあんまりお気の毒です。もっともこれは母上にだけそっと申し上げる琴さんのお考えで、私の無責任な意見ではございません。私は変わりございません。こちらは大変物価が安くなりました。魚や青物なんかは驚くことです。食事も 1,2,3 銭出せば実に立派なものです。私は体を気をつけております。お父さんと太郎さんとよくご相談の上、やはり私が数年…何からの手紙だ。え、あ、賢治か。え、ちっちゃい芝居しよって。いえ、芝居だなんてそんな。お前にはヒゲがあるんだ。お前様には胸が。そうだ、ちっちゃいちゃんちん芝居しても始まらない。でも私、女には変わりありませんから。だからどうした？根深く残るのは女の福岡。何？長崎。通り過ぎた。佐賀でございます。おお、出たな。はい、出しました。一日一親父ギャグ運動実施中です。ケンジはどうした？琴さんのことで。え？琴さんのこと。琴さんのこと？面白いですか？くっことに何かあったか。来月の10日くらいには退院だそうです。そうか。で、ケンジは元気か？お前様。あ、ケンジを呼び戻してください。何者かになると言って家を出たばかりだ。戻ってくるはずなかろう。ケンジが何者かになれると思いますか？たまたま店番中に日蓮聖人の書物が落ちて背に当たったのを典型だと言い、家出するような子です。典型だったかもしれない。あんなぼーっとした子に典型なんか来るでしょうか？ぼーっとしているからこそ来たのかもしれない。ケンジは子供の頃から土台何を考えているものやらわからないやつだ。わしらの感知しないところで何者かと交信しているのかもしれない。だからといって宗教家として大成しますか？さあな。お前様もわからない人です。お前もな。一体全体何を考えて生きてるんでございましょう。それがわかれば苦労はしない。わしにも天から何か落ちてこないかと願うばかりだ。かー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 。どうしたことでしょう？かー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 。おーおーおー、汚い字だな。なんだこれ。あー、どれどれ。うわ、宮沢政次郎、政次郎、あ、政次郎様ね。はいはいはい。あなたはご機嫌よろしい方で結構です。結構ですだって。結構ですだって。あ、足
した面倒なさ違反裁判面倒な裁判しますからおいでんさい飛び道具持たないでくなさい山猫はいおーなるほどね山猫さんってどなたです典型だ行かなければどこへ面倒な裁判へあお前様また一人取り残されてしまうのねよよよよよと泣き崩れていては母として失格だわ行かなければ行かなければおおおお栗の木おお栗の木おい山猫がここを通れなかったかいああそっかそっかそれは残念だったな気をつけてなじゃあなおおおおおおいおいキノコキノコ山猫がここを通らなかったかいはいあそうかうんそれはよかったなうんじゃあ気をつけてなうんじゃあなあのすみませんこの猫がこう聞こえませんでした。あ、そうですか。あ、ありがとうございます。すみません、失礼します。お、おお、おい、リス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 、ウェイ、え、ウェイ、ウェイ、え、うん、そういう日はあるよな。山猫がここを通れなかったか。お前様。あ、お前さっきとはまた遠いな、静岡じゃないか。旦那様え旦那トンネルまた静岡じゃないかいくら言ったらわかるのかしらどうしたご主人様あ、ご主人様おお金田博岡古いな今のはですね、あの王って本当はあの関東市の OH で驚きを表す言葉なんですけどあのそれをあの元プロ野球選手の王貞治さんとかけましてであのその王さんってあの選手時代ずっとあのジャイアンツ巨人の方で活躍されていたので、その同じ時代に活躍していたあの金田正一さんと、広岡達郎さんの、2人の名前を出したという、そういうお話でございますはい、満足したか、はい、ところでわしの居場所がよくわかったな福原はい卓球の福原愛はい愛ねあなるほどねもうやめちゃうわねもうじゃなくてわしの居場所がよくわかったなもうあそうだ山猫の居場所を知らないかわかりますえ、なにそれは誠か誠誠、大竹誠だから古いギャグはやめるんだ口が滑るんです口ミスタートレスタイハケはいで、山猫はどこにいるんだあ、ここら辺が山猫のフランチャイズですえ、なにそれは誠か誠誠別やいいのかすいませんでしたうんそうかもし、あんた、山猫を見ませんでしたはい、山猫様なら今すぐにここに戻っておいでやるよあ、そうですかほら、私の言った通りでしょお前さんは正次郎さんだなえ、どうして名前をはがき見たでえ、あの、カラスが落としていたやつかあの文章は、ずいぶん下手だね字も汚くて目がつぶれそうでしたあんたの髭も似たり寄ったりだめまあ、レディに向かって失礼な似たままを言ったまでだお前様、なんとか言ってくださいましなんとかもう一声かんとかありがとうございます、はい、さて、なかなかうまい文章でしたそう字だって相当なもんだそう4年生だってあんなうまい字は書けない4年生ってのは小学4年生だねあ、いやいやいや大学4年生ですよあのハガキはおいが書いたのよおお。ところであんたはどなたですかおいが山猫様の秘書だあ
あらあ、目が回る。涼しい風に乗ったまでよかったが、くる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 脳みそをかき回されている。レンジ、しっかり押し。その声は母です。お母ちゃん、もうわしもいる。お父ちゃん、やばい。いつからバレエを始めたんだ。なんだと、アメちゃんが熱中症対策で、アメちゃん、アメちゃん、あ、僕ないな。何やっとんねん、もう。どうも、ありがとう。アメちゃんとほら、熱中症対策。あ、宗教上結構です。そんな宗教。え、どなたさんかな。山猫様だね。え、お母ちゃん、逃げないと食われる。まあ、なんてこと。心配ね、しゃっきりするはずだ。しゃっきり。まあ、嘘くさい。あんた、本当に山猫さんなのか。山猫様に失礼だね。え、ここは東北だ。なんで大阪弁なんだね。その2月に旅行で大阪行ってな。なんだ界隈だ。すっかりファンになってしまったってわけや。あ、ところで、あてはマサジロさんだけを呼んだはずなのに、ずいぶん大勢さん出すな。はい、すみません。それがわしの癖で、そっちがバカ息子、他人ではありません。お父さん、紹介なんかしてる場合じゃない。それは山猫です。あてはあんた方食わない。あ、まあ、確かにアテラ一族は肉食やから、まあ、たまたまその餌食になる人もあるけどな。あ、怖い。あんたは黙っとれないのよ、しくさって。ケンジ、なんとか言って。なんとか。もう一声。カンとか。やっぱり親子ね。そうやけど、アテにあんた方を食う趣味はない。肉食やけど、まあ、コネズミやアモグラ、大きくてイノシくらい浮かべる、実に質素な暮らしやわ。信じていいんですね。本当だ。嘘だと思うならほら、片腕出してみや。あんた遅いな。結構すみません。せっかちやで、見た目通りな。すみません。ほら。え、これはなんだ。飲み。お、本当だ。昨日から痒くてたまらなかったんです。でやろう。どんだ、優しい山猫様だね。なんだか私も背中が痒いんだけど。どれどれ。山猫様。あ、そういや、孫、こんなことしてる場合じゃないやば。実はな、おとといから面倒な争いが起こってな、ちょっと裁判に困ったので、町の名士と言われるあんたさんの考えを聞きたいと思ったんや。おー、どんな争いだね。まあ、何かしら、この妖怪たちは。妖怪じゃなくて、どんぐりです。どんぐりって、あの、とんかつだの、いくらだの、卵だのさ。じゃあ、どっちにだろうか。そのどんぐりが、粘土の体験の勝負になるよ。やかない。いいか、いつまでもな、そんなことやってっと、お前らの裁判は今年じゃやらんと。それは困るぞ。だったら静かにしてんな。始めた。本日は、陪審員の先生方に来てもらった。陪審員、陪審員、町の名士の宮沢正次郎さんと、その具材の陪審員、陪審員、陪審員、愚かな妻の一です。そのバカ息子のケンジです。今日で裁判も3日目や。いい加減に仲直りしたらどうなのよ。いいか、こいつらバカどんぐりだ。なんて言ったって頭のとんがってるのが一番偉いんだ。この中で一番頭のとんがってるのはこの私だ。だから私がどんぐり君の裁判記事者だ。何言ってる。丸いのが一番偉い。だから私がどんぐり界の大先生だ。悪いな。違うんです、違います。ミニでコンパクトでスモールなのが CO2 削減モード。ミニでコンパクトでスモールなのが CO2 削減モード。一番偉いんです。だからミエがドンベル界の総理大臣です。何番言っちゃるか。チェーンのが一番偉いに決まってるか。おかしいだろ。何とかお前。
夏の暑さにも負けちゃった節電しなくても負けちゃったデクノボと呼ばれけなされいじめられ褒められない苦にもされないどんぐりが一番一番偉いんだだ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 すこだだ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 すこだだ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 すこだだ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 すこだだだあれがあれほど仲の悪かったどんぐりたちが仲良くなって帰ってったさあんた素晴らしいよケンジさんとやらこれからあての裁判所の名誉判事になってくれへんかケンジが判事ケンジが名誉判事ああ、佐治郎さんもケンジさんのどこがバカ息子だすかもケンジさん、これからハガキがいたらどうか来てくだありませんお礼はいたしますさけいやいや、お礼なんていりませんよいや、お礼は受け取ってくださいなあての人格、あいや、にゃんかくに関わりますそれで本日のお礼ですけど、どんぐり塩と塩酒の頭とどっちがいいですかそれではどんぐりをもらいますかしこまりましたすぐ待ってくるねどうしたんだろうどんぐりをもらってなんとする塩酒なら食べられるのにだからお前はバカ者と言うんだお前様どうやら騙されたようだなそのようです悔しくないのかなぜ悔しいのですか気のいい大阪のおばちゃん山猫にディープ東北弁の助手いろんなどんぐりに会えたというのに騙す山猫が気がいいのかお礼が役に立たないどんぐり一生です騙されたうちに入りませんそうですたかがどんぐり一生親子揃ってのんき者だ大体お前は今東京のはずではないかまた腰が落ち着かなくてフラフラし始めたかなぜこんなところに一ここはどこださて、私はお前様の足跡の匂いを追ってここまで来ましたものでお前は警察犬かここは、ハンメ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 メネです何ですから、ここは、ハンメ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 メネです何ですから面倒な裁判が必要なのは検事、お前だな面倒な裁判第3号法廷を改定するっちゃ山猫様ご採決のほどよろしくお願いいたしますの近くですか？それとも東京の近く？近くでもあり、遠くでもあり。は？はるか、宇宙の果てのようでもあり。この僕たち、人間を作っている体の小さな小さな細胞のように近くでもあり。また始まったな。熱にうなされたような他人を欺く言葉ばかり上達しているようだが、実質どうなのだ？本当にそんなことを思っているのか？母さんも心配しているぞ。一体お前は何者になりたいのだ？ケンジ、帰ってお父様の後を継いでおくれ。何不自由ない暮らしのどこが不満なのですか？確かに父に乳があり、母にはヒゲがあります。それが嫌ですか？そんなこと一度も思ったことはありません。ケンジさんの本当のところを言ってみなさい。はい。私たちは氷砂糖を欲しいくらい持たないでもきれいに透き通った風を食べ桃色の美しい朝の日光を飲むことができます。
また私は畑や森の中でひどいボロボロの着物が一番素晴らしいビロードや馬車や宝石入りの着物に変わっているのをたびたび見ました。私はそういうきれいな食べ物や着物を好きです。私のお話はみんな林や野原や鉄道線路やらで月や虹明かりからもらってきたのです。本当に柏林の青い夕方を一人で通りかかったり11月の山の風の中に震えながら立ったりしますと、もうどうしてもこんな気がして仕方ないのです。本当にもうどうしてもこんなことがあるようで仕方ないということを私はその通り書いたままです。ですからこれらの中にはあなたのためになるところもあるでしょうし、ただそれっきりのところもあるでしょうが、私にはその見分けがよくつきません。何のことだかわけのわからないところもあるでしょうが、そんなところは私にもまたわけがわからないのです。けれども私は小さな物語の幾切れかがおしまい、あなたの透き通った本当の食べ物となることをどんなに願うかわかりません。私は寂しい、父は泣きながら叱る、悲しい、母は赤切れして私の幸いを思う。私は育児なしで泣いてばかりいる。政次郎さんの本当のところを言ってみなさい。わしの本当のところは、本当のところは、本当のところは、一さんの本当のところを言ってみなさい。本当のところは、本日の面倒な裁判を閉廷する。家に送るべ。一緒に行かないのかい。私は半分ムンムンムンムムネ中学校に赴任したばかりです。まだやることがいっぱいあります。いずれ絶対帰りますから。ほら、やっぱり騙されてなんかいなかったよ。管理課に間に合わないぞ。あと3日だよ3日。すいません。確かに私たちはプロではありません。だからこそ心です。心、お迎えするという心がこもっていなければ単なる雑音だよ。すいません。すいません、すいません。
タバコやめたの知ってるよ、ゴーシ君。すいません。曲のクライマックスであんなガサガサした音出されてるんじゃね。おい、ゴーシ君、表情だよ、表情。喜怒を開けたら喜怒哀楽、小舟に乗ったら佐渡城はって言ってね。はぁ、あ、喜怒哀楽だよ。これみんな同じ音に聞こえるんだ。人間というものは感情のある生き物なんだから、そうでなければ音楽なんてやってる意味がないんだよ。それにだ、なんで他の楽器と合わないんだ。いつも君だけほどけた靴ひも引きずってみんなの後をついて歩いているようなんだな。これを機に本格的なオーケストラを作ってもいいと思ってるんだからね。ハンム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 ムレムラは交響楽団ですか。そう、ハンムンフィルだ。ハンムンフィルだからね、ゴーシ君、しっかりしてくれないと困るよ。すいません。では本日のレッスンはここまで。明日も同じ時間で開始します。ゴーシ君、頼んだよ。しっかり頼むよ、ゴーシ君。心がこもってないのか。はずだよ。いや、知りません。あんたは私のストーカーだろ。は？はでも悪いの？あんまりひどいようだって出て行ってもらうからね。そうでなくてもあんたは家賃3ヶ月貯めてるんだ。いつだって追い出せるんだからね。先住権は？先住権だか志村けんだか知らないけど、あんまりうるさいと警察に通報するよ。すいません。すいませんって言えば許してもらえると思ってるようだね。あんたのすいませんは口癖だからね。知らなかったろ。口癖？そうさ、すいませんは逃げ口上、心がこもってないの。だからあんたの吹く楽器もこううるさいんだよ。違うかい？今度私の耳を怪我したら出て行ってもらうからね。すいません。はっ。こんにちは。こんにちは。今度下の部屋に引っ越してきた中林城です。中華人民共和国からの留学生です。ああ、そうですか。私、音楽学びにやってきました。ゴーシさん、お前も音楽をやってけつかるとか。おーイエーイさんから。おーイエーイさんって？このボロアパートメントの。ああ、大家さんね。はい、そのおばはんから聞きました。心がこもってないと言ってました。え？どういう意味なのかは分かりません。まだ日本に来て間がありませんからに。ああ、そうだろうね。どうでしょう。は？ゴーシさん、お前に音楽を教わりたいのです。僕に？ええ、お前に。お前違う、あなた。あなた？あなた！ああ、困ったな。中さんの楽器は何ですか。バイオリン？ピアノ？いないな、これです。ああ、吹奏楽器ね。サクス？トランペット？フルート？いないな、口じゃみせん。口じゃみせん？え、ダッ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 。あ、ありがとう。今、大家さんがちょうど寝始めたところだから。あ、じゃあ耳栓つけましょう。耳栓？よいしょ。ダッ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 
なら教えましょう。でも分からなければ教えられません。ありがとうさん。で、何を教えればいいんですか？ドレミファです。ドレミファ？はい、ドレミファを正確にやりたいんです。口三味線のドレミファ。おお、なるほど。もう一度ドレミファをお願いします。ダッ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 。あ、あ、ダッ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 。ここに振ればいいとかするんだけど。入ったな。それでやってもらえませんか？これで？これはメロディーを奏でる楽器じゃないんだ。いいからやってみろ。なんだ、命令口調だぞ。人の親切に付き合ってきたな。早くやってみろ。違う。違う。もう一回やってみる。ある。君。はい。僕は君の先生だぞ。もう帰ってくれ。日中友好、ペヨンジュ、お願いします。国違うだろう。すいません。もう一回だけで結構です。どうか。こんにちは。宮野先生。なんだかいい音楽が聞こえてきたもんですからね。誰が弾いてるのかと思って。ああ、いえそんな。僕なんか大したことありませんよ。今の楽器は？これです。へえ、それが？ええ、これが。なるほどね。中国人の留学生に弾き方のヒントをもらいました。へえ。3日後の先生の歓迎会を期待してください。ああ、そういうことですか。ああ、これ内緒だったんだけどバラしちゃったな。あなたは？粗挽きの合衆だね。どうしましたか？席は空いておりますよ。それとも乗り越しなさいましたか？は？ああ、いえ、今乗ったところです。切符を拝見。切符？ああ、そうか、そうですよね。急いで乗ったので買えなかった。車掌さんから買います。は？は？ズボンのポケットに入っていませんか？え？ちょっと調べてください。これかな。拝見。それじゃありませんか？いや、失礼。どうぞお座りください。この文字は？それは文字ではありません。力の方向が示されています。力の方向？ええ、行き先への深さと強さです。どこへ行くんですか？あなたは自分の行き先がわからない。ええ、気づいたらこの列車に乗っていたので。でも切符に行き先が示されているのなら僕は逆らえません。行き先が死の世界でも構いませんか？行けるんですか？どこへでも行ける切符のようですからね。どこへでも？よっぽどの方なんですね、あなた。特別個室に移っても構いませんよ。いえ、結構です。もしご利用の際は申し付けください。車掌室は最高に、この車両から300両ほど後ろです。300両？あなたならすぐ来ることができます。皆様、本日も無鉄をご利用いただきありがとうございます。無鉄？夢の鉄道と書いて無鉄です。お休み中誠に申し訳ございません。切符を拝見させていただきます。良い夢を。
うしたんだろう。家さ帰りたくなったか。腹でも痛くなったぞ。いいよ。ではなぜ泣いたんだ。男はむやみに泣いたりしてはいけないな。そうだ、ガキの頃からメソメソしてたんじゃ。この後大変だぞ。何よだか。え、なんで泣いていた。これ、クモ、俺が聞いたんじゃ。わかるばかりだ。そこに見てろ。おじいろ、俺を話にも出ない魂胆だな。聞いてりゃいいだろうが。おっかない。これ見ろ、お前が怖い。違う、クマが怖いんじゃない。俺見ろ、俺は気が優しいテディベアだからね。では何が怖いんだい。風の又三郎か。風の又三郎が語った。なんて語った。お父さんが俺に新しい着物を着せるって言ったって。それが怖いのか。新しい着物を買ってもらえるのか、羨ましいな。もっと語った。なんて語った。お母さんが俺を湯に入れて洗うって言ったって。なんだ、奈良尾はその年して母ちゃんと一緒に風呂に入ってんのか。そんなこと奈良尾のおっかさんが言うわけないだろ。ああ、風の又三郎が語ることだ。それからみんなして俺のことを送っていくって言ったって。それは奈良尾が立派な大人になってどこかに行くときにみんなして送っていくってことさ。みんないいことばかりだ。風の又三郎には俺も騙されたことがある。獲物がいっぱい罠にかかってるってな。行ってみたら獲物なんかかかってね。みんな餌を取られた後だった。いつも人を騙して喜んでるやつだからな。そうだそうだ、泣くな泣くな。小高を見ろ。僕なんて名前を変えろって言われたんだぜ。僕はよだかという名で、これは神様からもらった立派な名前だ。それをタカがやってきて一蔵と変えろと言うんだ。確かに僕の顔は味噌をつけたようで、口は裂けてるからな。かっこいいじゃないか、まるでジョーカーだ。ありがとう。それに僕は今まで悪いことをしたことがない。赤ん坊のメジロが巣から落ちていた時は助けて巣へ連れて行ってやった。そしたらメジロはまるで赤ん坊を盗っ人からでも取り返すように僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。その上今度は一蔵と書いた札を首からかけろという。でも君はそんな札なんかかけなかった。札をかけるくらいなら死んだ方がマシだ。そうだな、俺だってクマという名前を一蔵と変えろと言われたら嫌だものな。それもあったけど気づいたんだ。何を気づいたんだろう。僕は今タカに殺されそうになっているが、僕だって毎晩カブトムシやたくさんの虫を殺してるじゃないか。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。あ、いや、その前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。それがいいな。いじめられたら逃げることだ。何も悪くない。お前はいじめることはあってもいじめられたことはないだろうからな。天敵なしのチャンピオンだ。何をおっしゃる小十郎さんよ。あんたに一番いじめられたでねえか。クマさんもいじめられることある。いじめというより殺されてしまうからね。俺はお前さんたちを憎くて殺したのではない。俺も商売ならお前さんたちを撃たなければならねえ。他に罪のない仕事をしていたんだが、畑はなし、木はお上の子も、里へ出ても誰も相手にしねえ。仕方なしに漁師などをやっている。お前が熊などに生まれたらいいんだなら、俺もこんな商売がいいんだ。この次には熊などに生まれんだよ。小十郎さんは何が欲しくて俺たちを殺す。俺はお前さんの毛皮と着物の他に何もいらない。それを町へ持って行って高く売れるというわけでもないし、本当に気の毒だけど、やっぱり仕方ない。だがお前に今頃そんなこと言われると、もう俺は何か粗末なものでも食ってそれで死ぬなら、俺はもう死んでるような気がする。もう2年だけ待ってくれ。俺ももう死ぬのは構わないが、少し死残した仕事もあるし、2年だけ待ってくれ。俺も2年目にはちゃんと小十郎さんの家の前で死んでやるから。毛皮も肝もやってしまうから熊鍋にしてもいい。そしてお前さんはちょうど2年目の朝、俺の家の前で死んでいた。約束は守るのが自然界の守護の掟だ。それで小十郎さんは。この人は立派だ。俺たちに命を渡した。仲間があんたを一撃で倒した時こう言ったというよ。おう小十郎、お前を殺すつもりはなかった。
確かにかすかに聞こえたような気もするが、チラ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 青い星のような光がそこら一面に見えたっけ。僕もだ。凛の火のように青い美しい光になって静かに燃えていたよ。僕も空の方からいろいろな楽器の音が様々な色の光の粉と一緒にかすかに降ってきて、夏の明け方のようないい匂いがして、真っ青な平らな湖水の上に立っていた。でもそれは硬くて冷たくて滑らかだった。水じゃなく青い宝石の板だったんだよ。僕は分からなかったけれど、多分そうなんだろう。あんたは確かブドリさん。カルボナード火山を爆発させた人ですよね。そうです。それじゃあ真っ赤だったんだ。いえ、世の中にこんな様々な色があるなんて思ってもみませんでした。赤に限らずピンク、オレンジ、茶色、黄色、紫、様々な色が炎を作っているんです。その中には青い色もあったかもしれません。いや、あったな。有機交流電灯の青い照明、因果交流電灯の青い照明は灯っていたはずだ。着きました。あれ、もう着いたの？さてと。おい、やろう。さよなら。みんな、僕の友達だ。みんな、生きて。みんな、いない。トシ。アメユジュトテチテケンジャ。ユキ。アメユジュトテチテケンジャ。ああ、取ってこいよ。死ぬんだ、トシは死ぬんだ。死ぬという今頃になって、僕を一生明るくするために。こんなさっぱりした雪のひとかけらをお前は僕に頼んだんだね。ありがとう、けなげな妹よ。僕はまっすぐに進んでいくから。激しい激しい熱や泳ぎの間からお前は僕に頼んだ。銀河や危険、太陽などと言われる世界の空から落ちた雪のひとかけら、この大地から僕の妹の最後の食べ物をもらっていこう。おいしいアイスクリームはいかがですか。銀河名物天井アイスはいかがですか。おいしいアイスクリーム屋さん、はい、アイスクリームをちょうだいな。毎度初めてよ。何がいいですか。ストロベリーバニラ。この顔で。もうアイスクリームは顔で食べるんじゃないでしょう。もうバニラしか残ってません。じゃあバニラで。ケンジ、お客さん、天井アイスは初めてですか？おいしいことこの上ありませんよ。これを食べたら、トシは行ってしまう。これを妹さんに。銀河を越えるときに必要になりますから。銀河を越える。銀河を越えてどこへ行くんだ。ねえ、アイスクリーム屋さん。ケンジ、時間がないんだ。いただきなさい。トシがかわいそうなことになる。ケンジ、それではさようなら。
じ、トシに食べさせておやり、トシも待っているよ。だだっこになっている暇はないんだ。この列車の出発はもうすぐだ。この列車から降りれば大丈夫です。ケンジ、さっき降りていった人たちはどうなのだ。みんなお前の友達で、みんな行ってしまった。都市はもっと遠く、銀河の果てを目指すんだ。しっかり都市を見て。生まれてくるかて、今度はコタに割り穴子ばかりで、苦しまないように生まれてくる。ここではお前は本当にトシといつまでも一緒に行けるよ。どうしたらそれが求められますか。それはわしも同じに考えているよ。わしにもわからないことだらけだが、お前はお前の切符をしっかり持っていること、そして一心に勉強しなくちゃいけない。みんながめいめい自分の神様が本当の神様だと言うだろう。だがお互いの神様を信じる人たちがしたことでも涙がこぼれるだろう。それからわしたちの心がいいとか悪いとか議論するだろう。そして勝負がつかないだろう。けれどもお前がもしちゃんと勉強して、実験で本当の考えと嘘の考えとを分け、その実験の方法さえ決まれば、もう信仰も科学と同じようになるよ。だから勉強しなくてはいけないのだ。ケンジ、さあしっかり切符を持っておいで。お前はもう夢の鉄道の中なしに、本当の世界の火や激しい波の中を大股にまっすぐに歩いていかなければいけないよ。私はこんな静かな場所で、遠くから私の考えを他の人に伝える実験をしたよ。お前のおかげだわ。ありがとう。
帰っておやすみ。お前は決心した通り、まっすぐに進んでおいき。お父さん、お母ちゃん、僕はきっとまっすぐに進みます。きっと本当の幸いを求めます。歓迎会のお芝居、いや、面白かった。それだけ？いや、だって言いづらいよね。僕自身のお芝居だから、もしかしたら面白くないって思ってる人だっているはずだし。でも、僕はかけ根なしに面白かった。僕とはこういう人だったのか。いやいや、これは買いかぶりだと恥ずかしくなってみたり、そんなことはない、実はこうだったんですって告白してみたくなったり、まるで子供に戻ったようになって、スマホをちょっと開けてワクワクしながら見てました。どうもありがとう。いいよ。今日から僕は半分ムンムンムンムムネ中学校で皆さんと一緒に勉強していきます。僕はいろいろな科目を受け持たなくてはならないようです。科学、化学、国語、英語、音楽、あとはまあもっとあるんですけど、何から始めましょうかね。山学校がいいと思います。山学校か。そうだね、そうしましょう。やったー。でもそれは今日だけです。僕もとりあえずお金をいただいている教員ですから。あなたたちは幽霊です。もちろん僕も幽霊です。見える幽霊。ケンジだ。なんて格好してるんです？今、幽霊って言ったら、おどろおどろしい姿の幽霊のことを言ったんじゃありませんよ。さて、僕たちの星の周りの気配に耳を澄ませてみてください。かすかな声、音、信号は新しい幽霊が生まれた印です。人や銀河や修羅やウニは宇宙人を食べ細胞を分裂させます。その多くの細胞が幽霊です。この星の周りには今確かにかすかに青い明滅を繰り返す僕たちよりはるかに多くの幽霊が満ちあふれ、僕たちに笑いかけ、声援を送り、見守っています。でも、僕たちに介入しません。冷たいからではありません。そういう風なあり方を決められているのです。だって、僕たちは過去の幽霊から未来の幽霊へのちょっとした細胞分裂の淡いに明滅するこの星に生を受けた兄弟だからです。僕たちという現象は有機交流伝統の一つの青い証明です。あらゆる透明な幽霊の複合体です。風景やみんなと一緒にゆら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 明滅しながら確かに灯り続ける因果交流伝統の一つの青い証明です。さて、山学校に行きましょう。あー、こっち。